お元気ですか、ボクシムです。今回は 2021BBM ベースボールカードオリックスバファローズヒストリー開封動画でございます。これで、3回目でございます、ね。こちらもね、1パック5枚入りで1ボックス15パック入りなので、前編8パック7後編7パックやっていきたいと思います。で、今はね、あのメジャーリーガーになりました吉田正尚選手と山本由伸投手の直筆サインカードをね、狙って挑戦したいと思います。まずは前編の8パック開封していきたいと思います。では前編の8パック開けていきたいと思います。ではね、前編の、6パック目でございます。平野義久投手でございますね、これね。白石静雄投手でございます。で、ジェジェンドーフ、これはヒーローズで、ね、谷義朝外野手でございます。杉本裕太郎外野手でございます。鈴木、平、投手でございます。2袋目でございます。福良純一内野手でございます。加藤大輔投手でございます。高橋聡外野手でございます。中島悟投手でございます。現在監督でいらっしゃいます。杉本裕太郎外野手でございます。3袋目でございます。近藤和樹投手でございます。戸田義則投手でございます。西本幸男監督の下で初優勝した時のカードでございます。小松聡投手でございます。で、福田周平内野手でございます。4袋目でございます。水谷実生内野手でございます。大熊、忠義外野手でございます。で、レジェンドオフヒーローズで平野義久投手でございます。松永博美内野手でございます。で、中島監督の下、25年ぶりの優勝なるかの時のカードでございます。5袋目でございます。足立光弘投手でございます。これは三輪隆捕手でございます。レジェンド・オブ・ヒーローズで長池篤、これは内野手、ごめんなさい、失礼、外野手でございます。失礼いたしました。谷義朝外野手でございます。福本豊外野手でございます。6袋目でございます。山田久志投手でございます。阪急球団発足した時のカードでございます。で、松永博美内野手のね、カードでございます。佐藤義則投手でございます。水谷隆投手でございます。7袋目でございます。
佐藤大輔投手でございます。中澤慎二捕手でございます。もっと直筆カードが、ね、出ましたね。坂本歳三内野手でございます。で佐藤和弘外野手、あのパンチ佐藤さんでございますね。でお待たせしました、直筆サインカードでございますが、世界の盗塁王福本豊外野手の直筆サインカードでございます。でこちらがですね、90分の89となっております。はい、以上で、2021BBM、ベースボールカード、ごめんなさい、まだねありました、ごめんなさい、あのごめんなさい、ね、まだね8袋ありました、大変失礼いたしました。で改めてね8袋目でございます。米田哲也投手でございます。野田浩二投手でございます。山口隆投手でございます。吉田正尚外野手でございます。で住友平田内野手で最後でございます。でこれで本当に最後でございます、ね、大変失礼いたしました。以上で 2021BBM ベースボールカードオリックスバファローズヒストリーの開封動画終わりたいと思います。で、重ね重ねになりますが、こちらのねちょっとね、世界の盗塁王のねちょっと直筆サインカードが出てしまったことでね、ちょっとね、興奮してしまってね、ちょっとね、乱れてしまいました。改めてね、大変失礼いたしました。で、後編のね7パックもやっていきたいと思いますので、後日ねやります、よろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。